黒カレーの方がなんかうまそうやね。お、ほんまや、うまそうやね。これが黒カレーうどんです。かな、これか、黒カレーうどん。もうこっちはカレーって感じ。あ、でもこっちもカレーって感じ。カレーやな。こっちが普通のカレーうどん。791円。710円。お、黒カレーのうまうまさ。税込み780円やって。黒カレーのうまさや。ほんまに。お、でも中辛にしてるよな。これ中辛にしましょう、僕これ。中辛。どう？うん。普通やな。普通？黒カレーうどん食べてみましょうか。スープから。あ、これや。またうまいわ。うまい。うん。なんか牛肉かなんかが溶けとる感じに出汁を入れてる感じ。うん、牛肉の出汁の味がする。あ、うまいな。もう汁だけでうまいもん。ちょっと汁ちょうだい。うん、汁だけでうまいわこれ。汁だけでうまいわ。うまい。こっちどんな味なん？こっちのやつも食べてみます。あ、そっちもうまいやんけ。うまい。うん、そっちもなんかうまいぞ。うまいか。そんな変わらんぞ。ちょっと待って、うん、っもう一杯入れて、うん、あ、こっちの方が若干コクがあるかな。うまい。若干コクがあるけどそっちも悪くないで、うん、こっち若干醤油を入れてる感じかな。若干そっちに醤油かなんかを入れた感じ。ソースかなんかを。うまいわ。まあ普通のカレーうどんよりうまいな。カレーうどん屋さんで食う。バンヤよりうまくないか。バンヤ、うん、バンヤのカレーうどん。あ、うまいかもしれない。なあ、うん、専門じゃないのに、うん、うん、うまい。あ、中辛にしてよかったわ。中辛にしてよかった。ちょうどええわ、中辛。ガラムマサラの味がする。一級のやつうまいな、カレーやっぱり。うん、うん、そしたら黒の方が飽きない感じするな。そっちちょっと飽きるかもしれんな、うん、なんかお子様向けの味なんか、ね、あ、そうそうそう、深みがあんまないか。ないわ。なんかこっちなんかコーヒーセブンのコーヒーみたいな感じや。なんか深みがある感じ、普通のコーヒーとぐらいの違いかな。うん、お子様向けの味やな。うん、うまい。あ、中辛の方がうまいな。普通の辛さも激辛も選べるやん、うん、普通、中辛激辛って言えるけど中辛にしてんよ。多分激辛は結構、あ、でも激辛もいけるな、これやったら。中辛でこの辛さやったら多分激辛いけるわ。今度激辛試してみようよ。このカレーうどんうまいわ、うん、一級のカレーうどんおすすめや。おすすめですね。黒カレーうどんのがうまいです。普通のカレーうどん。カレーうどんには黒カレーのうまい、うん、黒カレーのがうまい、うん、あと中辛にした方がいい。辛いの好きな人は激辛もありかもしれない。辛ければ辛いほどうまい、うまい、うまくなる味や、これは、うんうん、ここですね。お食事処一休、一休のお風呂屋さんの横にあるとこです。おすすめはカレーうどんです。あ、あと忘れた、これ今この花系の味噌ラーメンっていうのもある。これもなんかめっちゃうまそう。野菜とか乗っててこの花系ってあるんやな。値段もそんな高くないしセットもできるし
こっちも今度来たら試したろってな感じです。うん、でもおすすめは黒カレーうどんです。うまいです。黒カレーがうまいわ。そうやろ。うん、さあ食べるでー。